いらっしゃい。珍しいね、客がうちの店に来るなんて。ここ数年とんと見たことなかったよ。そりゃ深夜2時間しか営業してないんだからな。うちはね、中国4000年の由緒ある古典遊戯店なのさ。そんなわけだからコレクターズゲームカタログなんかを扱ってるんだよ。 CG を変えるのさ。急に横文字になるなよ。どこが4000年だ。何か言ったかい？ビバ4000年。今まで見た CG を変えるのさ。しかしね、 CG を集めるのは所持金に余裕がある時にするんだね。でないともんなしになっちまうよ。カタログを見るかね。カタログを見せるよ。欲しい商品を選んでおくれ。当たり前だけど、お金が足りないときは買えないからね。メニューに美術館が追加されてるからね。買った CG はそこで閲覧できるよ。よだれものの CG を堪能しとくれ。ただし、一つの捜査手帳に一つの美術館だからね。他の捜査手帳をロードすると、その時の美術館データになっちまうからね。気をつけておくれ。このカタログを全部集められたら、中国4000年の秘技を授けよう。とっても素晴らしい秘技じゃ。若いもんならハマジブーじゃって。もう一度カタログを見るかい？そうかい。うちは毎日定時に店を開けてるからね。またこの時間に待ってるよ。誰かいる。女？いや、少女だ。誰だ？遠くの山に霞がかかっていた。霞は緑色に染まった山を隠していた。なんだ？何を言っている？
遠くの山に霞がかかっていた。霞は緑色に染まった山を隠していた。豊かな木々に恵まれる森の下、山々に囲まれた小さな平野にひっそりと農家が立っていた。農民は年老いた娘と二人きりで暮らしていた。田畑を耕す牛は勝手に草を食し、娘はその乳を毎日毎日親のために絞っていた。布団を干し、洗濯板で布をこすり、草木を釜で煮、山を見続ける農民を娘は世話し続けた。緑が赤く変わり、それが白へと変わっていった。農民はいつしか時を忘れ、再び白が緑に変わった時、静かに目を閉じた。娘は農民の傍らに座り、苦労をねぎらうと共に山を見続けた。草薙守の山のふもとという歌です。君は誰だ？ミントと言います。よろしくお願いいたします。ミント、まさかお嬢様っていうのは？お話は伺っています。阿行相馬様、ふつつか者ですがよろしくお願いいたします。ミント、ミツルギだってどう見ても普通の少女だぜ。君はその本当に機械仕掛けなのか？はい、父からそう聞いています。父？満修一が父の名前です。これが本当に機械仕掛けだというのか？信じられん。これだけですごい発明じゃないか。私はネクサスプロトタイプ002です。ミントという名前はおじい様、米村様よりいただきました。いいセンスしてるぜ、あのじいさん。俺は探偵さんですね。ん？ああ、探偵ってわかるかい？検索中です。わかりました。検索？他人の情報を探る方のことでしょうか？間違いじゃないが、的確じゃないな。おじい様から凄腕の方と伺っています。
腕ならちょっとだけ他人より太いだけさ。それよりも機械人形と聞いていたが、まるで女の子そのものだ。女の子そのものという形容が何を意味するのか私には分かりません。褒め言葉だ。お礼申し上げます。やりにくい。君は蜜剣に作られたのか。はい。信じられんな。どこから見ても君は女の子だ。お褒めいただいて光栄です。俺のことは何と聞いてる？米村から。粗相のないようよく尽くせと仰せつかっています。ちょっと違うような気もするが、まあいい。俺の事務所は家具もないしだだっ広いからな。はい。その辺に立たせておけばと思ったが、その姿を見ているとやりにくいぜ。お気兼ねすることなく。最初は人形の記憶装置に何か情報が隠されてるのかと思っていた。米村が言うようにな。それを組織が狙っているのだと。だが君と話してみて考えは変わったよ。君自身が組織の目的になってもおかしくはないぜ。それも褒め言葉なのでしょうか。ある意味な。私は阿行様のお宅でどのように振る舞えばよろしいのでしょうか。お宅ね。そうだな、当初の予定通り立ってろというわけにもいかなくなったな。家事は一通りこなせますので、どうか置いていただけませんでしょうか。家事？お手伝いロボだな。まるでロボとは？気にするな、独り言だ。聞いていいかな？何なりと。この冷え冷えとした歯車は一体何のお守りだい？まさか君の動力源じゃあるまい。これは私をこの家へ幽閉するためのものです。私が誤って外へ出そうになったとき、歯車が動き出して微弱な電波を出します。それで私の機能が停止します。そういえば蜜剣の式でも同じことも。なるほど。2階の廊下が不自然に曲がってるのも。暗闇では直進しかできません。すごい発明だが、二物は与えなかったってことか。今のは褒め言葉ではありませんね。口が過ぎたようだ。そろそろ出よう。ここは息苦しい。君が外へ出ようとすると歯車が回るんだったな。いえ、それは私が作られていた時の話だそうです。ここで？はい。そうか。とりあえず手を引く必要はなさそうだ。行こう。なるだけ人目につきたくない。どうしたんだ？外に出るのは初めてですから。そうか。空がとても高いです。人がたくさんいます。チカチカ光ってます。寝ながら本を読んでます。子供だな、まるで。素敵なところですね。世間ではこういうのをゴミゴミと形容するんだ。近くに海があるそうですね。チリなんてよく知ってるな。父が好きだったと聞いています。私も一度行ってみたい。ミントはつぶらな瞳で頼むような眼差しを向けた。俺はそれに答えず黙ってミントの手を握った。事務所へ着くまでに彼女が迷子にでもなったら目も当てられない。俺はミントの手を握り、セントラル街を事務所に向かって歩いていた。都会の喧騒を流れるように歩く少女と、その手を引く武骨な男。時折俺たちを振り向く連中がいたのは、このアンバランスな組み合わせに対してだが、ミントの容姿に対するものも含まれているだろう。ミント・ミツルギは静かに目をつむっていれば
人間の女の子と何ら変わるところはなかった。しっとりとした髪の毛は手入れをしない人間のそれよりもはるかに人間的であったし、瞳の中の人工水晶体は透明感のある輝きを放っている。きめ細やかな肌は弾力もあり、そこに温かみさえ感じた。清潔感あふれる純白の服に赤いスカートに包まれた体はきつく抱きしめれば砕けてしまいそうなほど華奢で繊細だった。漆黒の髪の毛は緩やかになびき、金色をした二つの潤んだ瞳に淡い光をたたえ、手を引く俺のことを見つめながらついてくる。まさに芸術作品と言ってもよかった。ミントはどこから見ても人間だった。彼女は時折立ち止まっては首をやや横に倒し、両立するビルを見回す仕草をした。その度に俺は後ろへ引っ張られて路上停止を余儀なくされた。ミントの体重は100キロを超えている。俺はちょっとした相撲取りの手を引いているに等しかった。そう、ミントは人の子ではない。その美しい容姿は若夫婦が愛し合った結果ではなく、機械が敷き詰められた薄暗い研究室の奥でミツルミとガルシアなる輩に作られたのだ。感情の起伏に乏しく、俺を見る目はうつろだ。彼女の皮膚と筋肉の下は機械でできている。髪の間から覗く小さな耳の後ろに打たれた刻印 P002 という印が人間ならざる存在であることを物語っていた。ミントは人型アンドロイド、メイドロイドなのだった。くつろいでくれというのも変な話だが、楽にしていい。広々としていてとても素敵な場所です。世辞もプログラムかい。いいさ、何もなくてだだっ広いのが鳥への事務所と正直に言っていい。はい、それではそのように。少しは否定してくれ。さじ加減が難しいのです。さじ加減なんて言葉を知ってるのかい。ですがきちんと整理されていて住みやすい場所だと思います。私の父は剣秀一様は、それはそれは整理という言葉とは無縁の方でした。学者ってのはみんなそうかい。剣秀一様しか存じません。ま、俺の場合は散らかすものがないってだけでね、家事は連れ合いに任せていたからな。ご結婚なさっているのですか。していたと過去形で語るべきだな。逃げられてね。ご愁傷様です。